Hey, what's up? 山本です。私は今香港国際空港に来ております。先ほどまで香港の11月現在今どうなっているのか香港島バージョンを撮影しておりました。皆さんご覧いただけたでしょうか。あの夜景でおなじみビクトリアピークがあんな状態になってました。驚いている自分がおります。詳しくは以前の動画ご確認いただけるとありがたいです。本日お届けする動画フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験の元ウィリーが私山本が旅の情報をフライトレビューなどで掲載チャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社引き続きキャセイパシフィック航空になりまして行き先はマニラになります。以前もこの路線使ったんですけども覚えてますか。前回は9月26日香港の隔離が廃止になった日当日に私香港に到着いたしました。デリーから香港に到着してそこからマニラに乗ったんですけどもそれ以来のこの路線になります。なお前回乗った時はキャセイの903便夕方発だったんですよ。そしてデリーから到着したのが夜の時間帯だったので日中は香港の街中の撮影をしておりました。そして今回は919便ということで少し早い2時台のフライトになりましてただいまの時刻は夜中の1時39分になります。本当であれば香港の街中に一泊してもう少し香港の撮影しようかなと思ってたんですけれども今回僕はやりたいミッションがあります。何かというとキャセイのラウンジウィング並びにピアここをもう徹底的に使い倒してやろうと思っております。なので前回来た際はギリギリまで撮影したということもあったので全然ラウンジ満喫できなかったんですよ。カバナも一応使えたんですけどもシャワー浴びて1分2分ぐらい浴槽に使って出るという大変環境に悪いことをしてしまいました。お湯溜めたはいいけど1分だけ入って流すというね。だからこういうことはしないで本日は朝一のラウンジから入り浸って搭乗まで本当にもうラウンジを満喫しようと思っております。なのでラウンジの部分に関してはまた別動画でお届けします。ウィングのファーストクラスラウンジカバナがあったりザ・ヘイブンというレストランがあったりかなり盛りだくさんなんですよ。なので今回はフライト動画とまた分ける形でお届けします。今回はそのうちのフライトの部分をお届けしたいと思います。以前この路線乗った際はビジネスクラス乗ったんですけども今回はエコノミークラスになります。ただラウンジ満喫できますしマニラまでの2時間半とかそれぐらいなので全然もちろんエコノミーでも構わないんですけれどもそれよりもやっぱねラウンジ楽しんでよ。ちなみにもう搭乗券は発券してもらっている状況ですのでこのまま保安検査行くことができます。到着時に保安検査と出境検査いつ閉まるのって聞いたらあ24時間オープンしてるでということだったので今日はこの後空港中入って保安検査と出境検査を受けます。でラウンジで寝たいと言いたいところなんですけども確かコロナ前も24時間営業ではなかったのでキャセイのラウンジにステイすることはできません。一応プラザプレミアムラウンジであれば24時間やってるんですけども残念ながら今プライオリティパス使えないんです。有料利用になってしまうので、まあ、有料利用するぐらいだったら、まあ、制限エリア内で寝た方がいいかなと。この時間なので人もそこまでいないですしあとは朝1、5時半オープンからもう入り浸りたいんですよ。今1時41分なので4時間後にはもうオープンしてるんですよ。なのでこの後は空港中入って保安検査出境検査終わらせてどこか寝れそうな場所探して仮眠して朝一ラウンジ入り浸ってウィングのファーストクラスラウンジカバナでお風呂を満喫したりザ・ヘイブンで美味しい食事をとったりして過ごそうかなと思います。それでは真夜中の香港国際空港今どうなっているのかも含めてこの後はターミナルビルの中行きたいと思います。それでは行ってきます。今回街中まで電車で行ったんですけどもめちゃくちゃ早いわ。カオルンまでだって24分ですよ。バスだったらもうこの2倍3倍ぐらいかかるんですけども値段も高いですけれどもその分マジで早くてびっくりしました。なお KK で使うと安く行くことできますので皆さん概要欄に URL 貼っておきますのでぜひ登録よろしくお願いいたします。登録いただけるとポイント入ります。そして私のポイント入りますので皆さんご協力よろしく
お願いいたします。ただ残念ながらもうこの時間帯1時40分ですので、もう列車は動いておりません。バスはまだちょこちょこ動いてるっていう状況です。それではもう間もなく第一ターミナル到着です。到着エリアにも人はちょこちょこいるんじゃないかな。空港自体は24時間開放されておりますので、空港の中で寝られてる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。あ、でもそこまで多くないな。昔はもうベンチ空いてないぐらい皆さん寝てたんですけども、ご覧の通りちょこちょこ人はいますけれども、寝れないというほどではなさそうです。なので到着エリアは今コンビニセブンイレブンぐらいしかやってないですね。まあ、夜中ですのでこんな感じの空港の到着エリアになっております。人の数はまばらです。それではこの後は上の様子紹介しつつ、保安検査並びに出境検査行きたいと思います。現状こんな感じです。出発フロアに来ました。出発フロア思ったほど人いるね。ベンチほとんど空いてないですもん。なので今はもし空港泊されるのであれば、搭乗券なくて中に入れない場合は出発のエリアよりかは下の到着エリアの方が人もいないですし、スペースもあるのでおすすめです。この後のフライト3時20分にキャセイのニューヨーク行きあるんだ。ただこの時間帯3時20分に出発する便があるんだけど、ラウンジは23時55分までとワンワールドのサイトに出てました。もう一度確認してみようかな。でその後は香港エクスプレス航空のフライトが4つ続いております。一番上これ布基地ってあれなんて呼ぶんだろう、わからねえ。沖縄福岡バンコクがあって、プーケットか、布基地って書いてプーケットって読むんですね。そして8時10分にキャセイの成田行きなどなどと続いております。私が乗るのは14時台ありました、14時20分キャセイの919便マニラ行き、これに乗ります。現状キャンセルは MF ってなんだろう、アモイ航空とかなのアモイ行きがキャンセルになっているぐらいで、それ以外は全てここに表示されている分には欠航になっている便はございません。なおキャセイのホーチミン行きが大幅遅延、8時25分発が15時48分、なんともアメリカの国内線かっていうぐらい中途半端な時間になっておりますけども、そんな感じですね。それも真夜中3時20分にキャセイの便があるなんて驚きだわ。昔これに乗ってブラジルワールドカップの経由地ニューヨークまで行ったっていうのはあったんですよね。札幌から香港まで行って、香港ニューヨークで、ニューヨークからサンパウロだったかな。そんなチケット昔2014年発見したんですけども、結構辛かったですね。確かその時インボラしてもらってプレーコになったんですけども、プレーコの真ん中席で両サイド滑覆の衣装ですごく辛かった。確か14時間ぐらいかかったかな、香港からニューヨーク。そんな懐かしい昔話はさておいて、もちろんこの時間帯、あ、そうか、でもキャセイのニューヨーク行きがあるってことはキャセイチェックインカウンター空いてるってことだよね。で一旦キャセイのチェックインカウンター行ってみたいと思います。ちなみにチェックインカウンター前のベンチはもうほとんど埋まってる。マジで空いてるとこないです。空いてるとこあっても一席ちょこっと空いてたとかそれぐらいなので、3席4席独占して使いたいという方は無理です。そしてこの奥がキャセイのチェックインカウンターになります。もちろんニューヨーク行きのフライトがまだありますので、カウンターファーストクラスカウンターにも人の姿いらっしゃいますので、ちょいとファーストクラスカウンターで聞いてみましょうか。ラウンジ3時20分の便に合わせてやってれば、今日ラウンジ1回行ってシャワー浴びて寝ることができるんですよね。少々お待ちください、聞いてきます。朗報ですよね。ニューヨーク行きのフライトがあるということで、ワンワールドのラウンジ検索サイト見たら23時55分までって書いたんですけども、基本的にはやっぱ自社便の運航に合わせて営業しておりますので、ニューヨーク便が出発するぐらい前の時間であれば使えるよということだったので助かった。ラウンジの中で寝ることはできないんですけれども、シャワー浴びることはできるんですよ。これはねマジで助かるわ、本当に良かった。ちなみに今2時ちょっと前なんですけども、ほとんどチェックインした人いないですね。すごい誰もいない、閑散としてる。そして他のフライトもチェックインありません。この時間帯は明日の朝、むしろ今日の朝の香港エクスプレス航空のプーケットであったり沖縄福岡そういったところに行き先までまだまだまだ時間がありますし、その航空会社のチェックインもまだ始まっておりません。そしてここら辺のエリアこの時間帯はもちろん閉まっておりますので、もう今日は紹介せずにこのまま保安検査並びに出境検査行きたいと思います。ほらこれキャセイのカウンターなんですよ、誰もいない。ベンチで横になっている方が数名いらっしゃるぐらいで、ニューヨーク行きな、ニューヨーク行きたいね。
最後にニューヨーク来たのはあのワクチン打った日ですよ。2021年の6月4日金曜日、今でも忘れません。私の海外旅再開はそこから始まったんです。なので先ほど言った通り、このエリアも人がほとんどおりませんので、この後は保安検査、出国検査行ってまいります。保安検査、出国検査完了しました。誰も並んでなくてマジで快適でした。あ、やっぱりこの時間帯ですのでお客さんほとんどいません。もしラウンジ追い出されたとしても、あそこら辺で寝れるね。まずはシャワー行きましょうか。ウィングのファーストクラスラウンジが現在空いております。なお、ラウンジの利用条件ですが、もちろんワンワールドエメラルド会員ないしはキャシーのファーストクラスなどのファーストクラス利用者、あとはここは乗り継ぎ役今使えません。今回私一度香港に入ったから使えるんですけども、使えるのは中国からの乗り継ぎないしは香港からの出発客に限られておりますので、お気をつけください。ラウンジの動画はまた別にお届けいたします。とりあえずシャワーだけ浴びてきます。ちなみにこのスキャン白ということでした。他の街中は最近いらなかったんですけど、これで OK。 こちらがシャワールームになります。カバナ使ってもよかったんですけども、そんなに長い時間滞在できませんし、清掃のスタッフに申し訳ないので今回はシャワーだけにします。水圧はね問題ないんですよ。ここ行きますよ。これどっちだっけな、これか、違った、危なかった。いや本当に危なかったわ。どっちだっけな、まあ、こんな感じ。あれこんな弱かったかな、あれなんか弱いな。やっちゃいました。カメラに水がかかった。タオルでふきふきしましょうか。とりあえずシャワー浴びてきます。やっちまったわ。シャワー上がりました。最高の気分ですが、しかし追い出されてしまいました。そうなんです、もうニューヨーク行きの搭乗始まったということで、私ニューヨーク行き搭乗しませんので、もうクローズ屋で早く出てけということだったので、残念ながら今日はここで寝ることができません。もうね、ここだったら寝れそうなスポットいっぱいあるんですけども、残念です。一旦外出て寝ることができそうなスポットを探したいと思います。こことか最高なんだけどな、寝るには。ほらあのソファ完璧なんだけども、残念ながらそういうことです。出ます。本日の寝床決まりました。これ以外寝ようと思えばああいうところでも寝れるんだけども、勝てーのよ。だからもう今日はここで寝ます。おやすみなさいませ。また明日の朝お会いしましょう。おはようございます。朝になりました。ご覧の通りお店閉まっておりまして、今いるゲート1番から9番エリア、おそらく撮影日段階では中国本土行きのゲートに割り当てられることが多いはずです。ただし便数がそこまで戻ってないということもありますので、今朝の9時ぐらいです。そうなんです、5時半からラウンジ行こうと思ったんですけども、やらかしました。寝坊しました。さすがに昨日あれだけ歩いて2時間睡眠は無理でした。なので9時からですから、まだまだまだ今日は3時間以上ラウンジ滞在することができますので、ラウンジ楽しみたいと思います。そしてここからショッピングエリアになるんですけれども、9時だったらもうお店やっててもいいんじゃないかなと思ってる自分はおりますが、残念ながらクローズしてるお店の方が大多数です。クローズしてる上にビニールかぶってるお店も多々ありまして、シンガポール航空のシルバークリスラウンジ臨時休業です。なのでまだまだまだやっぱり程遠いですね。香港は12月にコロナ後初めて利用しましたが、その時は本当にひどかったです。そして以前使った9月の時はだいぶ戻ってきたなと、お客さんの数も、まあ、でもまだまだまだですよね。ザラも今臨時休業になっております。昔ここでシャツかななんか買った記憶あるんだけども、ザラも今開いておりません。なので閉まってるお店の方が圧倒的に多いです。去年の12月は本当にひどかったですね。こっちのエリア乗り継ぎの場合も立ち入ることすらできません。本当に動線が完全に分かれてたので閉鎖されておりました。ほぼほぼ昨年12月の段階では飲食店もほとんどやってなくて、1店舗やってるかやってないかとかそんなレベルでしたからね。まあひどかったわ。そしてここのエリアも残念ながらこんな状況です。本来であればもうお店やってる時間なんですけども、完全に正面のお店中
何も物がありません。奥にはシャネルのお店あるんですが、あそこは今の時間帯でもやってそうです。この奥10番以降のゲートございます。動線が分かれておりまして、基本的に私が今いるエリアは中国からの乗り継ぎ客、または香港からの出発者しか入ることができません。逆に私台北から来ましたけれども、香港に入境しなければこのエリア立ち入ることができないんですよ。すごい状況です。また詳しくは搭乗近くになったらお話ししたいと思います。ただいまの時間帯、出発便香港航空の成田行き、キャセイのソウル、インチョン、ジャカルタ、香港エクスプレスの東京成田空港、キャセイのニューヨーク行きありますね。ニューヨーク行きは真夜中3時20分にも出てたんですけども、この時間帯にも出てるみたいです。他にも大阪、関西空港、青島、成都、ソウル、台北、東京、成田、トロントなどと、アメリカ並びにアジア、日本に行くフライトが大多数です。ヨーロッパ行きのフライトはこの時間帯はないですね。ヨーロッパ行きは昼になってロンドン行きが出てきたりだとか、それぐらいかな。朝9時ですが、ブランド品のお店もほとんど開いてないですね。向こうのカルティエも開いてなかったりだとか、プラダも開いてなかったりだとか、人の数はやっぱり戻ってきてる感じはするんですよ、以前に比べたら。もちろんコロナ前に比べたらもう雲泥の差ですけども、ひどい時はマジで人っ子一人いないような状況だったので、少しは改善されたのかなっていう感じはします。なお免税店はご覧の通り元気いっぱいに営業中でございます。ブランド品も一部ありますけれども、専門店としてはまだまだ開いてないような状況です。よし、それではこの後はラウンジ行きましょうか。あ、そうだ、ラウンジの前にプラザプレミアムラウンジがあるので外観だけお届けします。現在プラザプレミアムラウンジ、プライオリティパス使って入ることができません。なので私、入ろうと思えば多分有料で入ることはできるとは思うんですけれども、キャセイの素晴らしいラウンジが使えますので、今回有料利用は控えさせていただきます。あー、これまだあったか、懐かしいな。お、北海道という文字見てよ。蝶屋のお酒、純米大吟醸、ありがとうございます。北海道でございます。で、このお店何かというと、これよ。うわ、まだあったんだ、懐かしいな。香港のタクシーで言ったらカラーリングこれなんですよね。で、今はタクシークラウンコンフォート、並びに日本でいうジャパンタクシー、これが主流なんですよ。まだまだまだこの車現役で走っております。そしてこの奥にプラザプレミアムラウンジがございます。おそらくこの時間帯は空いてると思うんですけども、以前であれば24時間営業だったんですけども、昨日見てみたら24時間営業はやっておらず、朝7時から夜7時までだったかな。 お客さん並んでる、並んでるんですけども、残念ながら私は使えませんので、ここで退散とさせてください。そしてその上にキャセイのラウンジ、ウィングのファーストクラスラウンジございますので、次はそちら行きたいと思います。ラウンジ動画は別でお届けいたしますので、次はラウンジ出るところからこの動画再開したいと思います。さてさて、本編のフライト動画ですが、今ウィングのラウンジ後にしてピアノラウンジに来ております。実はもうそろ搭乗が始まります。ラウンジの様子は次回以降お届けいたしますので、別動画でご確認くださいませ。ラウンジを後にしました。お店は引き続き閉まってるところ多いんですけども、人の数はめちゃくちゃ多い。前に比べるとひどい時はマジでお客さん全然いなかったんですけれども、これでもだいぶ戻ってきてると思います。もちろんまだまだ本調子にはならないと思うんですよね。昨日いたビクトリアピークのケーブルカーも全然人並んでなかったですし、まだまだ程遠いですけども、一時期のひどい状況に比べるとだいぶ良くなったかな。ちなみに今キャセイのバンコク行き搭乗始まってるんですけども、結構お客さん乗ってるよ。これ300人ぐらいんじゃないかな。ほぼ満席に近そうな気がします。そしてこの後本日のゲート30番に向かいたいと思いますが、途中お店通りますので、お店が今どうなっているのかも合わせて紹介したいと思います。昨年12月来た際はこのエリアのお店わずか3店舗ぐらいしかやってませんでした。ただここをやってたと思うんだよな。前、今日は閉まってんのかな。ほらオープニングアワーズ11時から11時半になってるんですけど、ここ閉まっております。以前のひどい時はここのお店やってたと思うんだけどな。引き続きこちら側もクローズしておりますし、こっちの方もクローズしております。お店の回転具合に関しては前来た2ヶ月前とそんな変わんないかな。でもやっぱり去年の12月で利用した際が本当にひどかったので、その頃に比べたらだいぶお客さんも戻ってきてはおりますが、お店の状況としてはやっぱりまだまだまだだなって感じがします。ゲートから離れたところのお店も引き続きこんな感じです。以前来た際9月の下旬の段階でもここら辺のお店は一切
空いていなかったので変わらないかな。ここら辺も早くにぎわってくれることを期待しながらこの後ゲート向かいたいと思います。ただし前回来た際やってなかったと思うのがこっちのフードコート、ここは以前やってなかったんですけど今はやっております。これの工事したのかな、昔去年12月利用した際はもうここら辺囲われててすごい状況だったんですけども、多分これ作ったって感じだよな。なので本当にだいぶ変わりました。パッと見そんな変わらないかもしれないですけども、昨年12月に比べるとやはり人の数も含めていろいろ変わっている香港空港でした。ゲート30番意外に遠い。さてゲートの前に到着いたしました。搭乗しましょう。行ってきます。カオパス、すごい、こんな時代だったんですね。それでは行ってきます。まさかカオパスで搭乗できると思わなかったな。今搭乗券かざしてないですからね。パスポートだけ事前にスタッフに渡したぐらいで。本日75の A 窓側です。I'm sorry? Would you care for a blanket? No, I don't use. Okay, sure. Yes. Thank you so much. Welcome. 来るのからからの挨拶いただきました。キャセイでは私日本航空の上級会なので、キャセイの上級会でも何でもないんですよ。キャセイはただのマイルの会員なんですけれども、こういった方でもエコノミークラス搭乗者に対して挨拶が基本的にはございます。正直なところ僕個人的には挨拶あろうがなかろうがどっちでもいいやっていうスタンスになります。また今日はまたしたってごめんねみたいなこと言ったと思うんですけれども、最後の方に搭乗しましたが機内で渋滞が起こっているような状況だったんですよね。なのでドア付近でずっと立って待ってたんですけども、そのことに対してまたしたってごめんねということでした。日本路線はそこまで多くないんですけども、やはり海外路線だと小さなスーツケースを持ち込む方がやはりかなり多いということもありますので、それで時間かかってました。 From the moment you begin your journey, we're here to make the experience effortlessly smooth and enjoyable. Because your safety is important to us, please take a few minutes to watch our video. 由現在開始，我們會展開一段舒適、稱心的飛行旅程。请用几分钟留意呢段短片，因为你的安全对我哋嚟讲系好重要。グレーターベイ航空という新しい香港の航空会社の機材見えております。今後日本にも就航するみたいなので、ぜひ乗ってみたい航空会社の一つです。
ートベルトサインが消えました。本日の機材トリプルセブンの 300ER です。シートポケットの中は安全のしおりに、エチケット袋に、あとはヘッドホン入っておりました。なお本日の機材77の P というものになりまして、昨日乗ってきたの77の A か K かどっちかだったんですけれども、これ違いますね。何が違うか、シートピッチ広すぎてやばい。ほら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 、なのでこの座席でエコノミークラス14時間ヨーロッパ路線だとかアメリカ路線全然余裕だわ。シートビッチ広すぎるもん、これすごくないですか。昨日乗ってきた機材ここまで広くなかった。なお昨日の機材日本人の送るの方乗務されたの聞いてみたんですけども、個人的にはちょっと古くてごめんなさいねってことをおっしゃってたんですけども、エコノミークラスに関しては昨日のシートそんな古いなって感じはしませんでした。座席自体も新しいものに交換されておりました。ビジネスクラスも新しいものだったんですけども、ただ残念ながらプレエコ昔のままでした。リモコンもそうだし、モニターも昔のプレエコのままだったので、昨日の機材は正直プレエコ外れかもしれんけども、今日の機材エコノミー大正解。めちゃくちゃ広いわ。しかも隣もその隣もいなくて3席使えているので、より快適に使うことができます。なおこちらの機材特徴はこれ、パカッとスマホであったりタブレットを置くのに便利なスペースがありますので、こんな感じでスマホを立てることもできますし、タブレットを置くこともできます。ドリンクのホルダーもありますし、これは便利だね。テーブルこんな感じです。モニターのここには USB ポートもありますし、もちろんコンセントもここに完備しております。完璧。ヘッドレストもあるし、完璧だよこれ。ほら、マニラまで少し早く着くみたいで1時間半ちょっとのフライトなんですけれども、快適に飛行機の中で過ごすことができそうです。今日のフライト前方のエコノミーかなり埋まってたんですよ。私シートアラートというアプリ入れておりまして、アサイン状況を事前に確認することが多いんですよ。見てみたら結構お客さん入ってるね。ちなみに青印が指定済み、×がブロック、白が空席という感じなんですけども、前方の方ブロックされているところもちょこちょこあるんですけども、ただそれ以上に埋まっている座席が多くて、後方はご覧の通り白いところ目立ちますよね。私75の A 本日座っておりますが、もともとは70の K を予約しておりました。桃園空港でこの便もチェックインしたんですけども、その時は隣もその隣もいないという状況でしたが、香港について確認したところ、隣に人がいらした状態ですね。通路側かな。なので今回75の A に変えたんですけれども、変えて大正解。隣おりません。今回75の A ここです。隣もブロックされてますので、おそらく私が上級会員だからブロックしていただいたのではないかなと思います。なので皆さんも搭乗券発券後でもこのアプリ入れておけば確認することができます。やはり短時間のフライトいえども、隣に人がいないに越したことないじゃないですか、特に一人旅の場合は。なのでもちろん2人3人グループで旅行されているときはまた別ですけれども、一人で旅しているとき隣になるべくいない人がいない方がいいなという方は、このアプリインストールして適宜見てみてください。スタッフに言えば変えてくれることもできますし、ただ LCC になるともともと席変えられなかったりだとか、あとは LCC これ対応しないことが多いので、 LCC の場合は直接聞くのがいいのかもしれません。機内食が到着いたしました。本日のフライト昨日乗ってきた台北香港間とそこまで時間変わりません。2、30分こっちが長いぐらいということもありますので、昨日いただいた機内食と同じスタイルです。お水とメインの機内食これだけになります。果たして今日の機内食はどんな感じでしょうか。オープン。お、これはなんだ、トマトソースかな、下ご飯あってカツかな。ちょっとこれパッと見何かわからないので、早速ですが食べたいと思います。いただきます。今日のメニュー結局これ何か本当に食べてみないとわからんな。皆さん見た目だけでわかりますかね、これが何か。まだ匂いも確認してないんですけども、どんな味がするのでしょうか。早速いきます。これが、あ、フライドチキンかな。これフライドチキンのトマト
ットソースにといったところでしょうか。昨日の機内食よりも個人的にはこっちの方が好きです。中には玉ねぎとかお野菜も入ってますし、ご飯も卵が入ってるのかな、簡易的なチャーハンのような感じがします。ごちそうさまでした。クルーの方からまた挨拶いただきました。ミスヤマモトウェルカマボードなんちゃらかんちゃらということで挨拶いただきました。なんか飲むと Would you like something drink? みたいな形で聞かれたので、お水くださいっていうのと、あとはオレンジジュースくださいということで2ついただきました。基本的にこの路線も前回乗ってきた台北香港間も1時間2、30分から2時間ぐらいの比較的短い路線なので、今回は機内食とお水が一緒に配られました。もう少し長い路線、日本路線であったり韓国路線とかであれば普段通り飲み物の注文聞かれると思うんですけれども、今回こういう形でした。ただクルーの方に言えばオレンジジュースはもちろんビールやワインなどのアルコールも注文することができますので、いやお水じゃねえんだよなと思った方はぜひクルーの方に聞いてみてはいかがでしょうか。そしてここからはお得な情報を皆様方にお伝えしたいと思います。今回の便特典航空券で利用しておりますマイルを使って発券させていただきました。皆さん今回どこのマイル使って発見したかお分かりでしょうか。もちろん概要欄見れば書いてるんですけれども、今回はキャセイのマイル使って発見いたしました。なぜキャセイのマイル使ったかというと、結論から言うとキャセイのマイルじゃないと発見できなかったからです。そして必要マイル数が少なかったから、主に2点が理由になっております。まず1点目、キャセイのマイルじゃないと発見できなかったことについてなんですけれども、もともとはアラスカ航空のマイルを使って発見しようと思っておりました。アラスカ航空で使うとアジア内は一律マイルになります。なので極端な話、日本から香港経由でモルディブまで行こうが、今回のような台北から香港経由マニラに行こうが、マイル数は同じなんですよ。エコノミーで12,500マイル、ビジネスクラスで22,500マイルになります。搭乗の1週間弱前ぐらいまでであればこの路線ビジネスも空いたのでビジネスで行こうと思ったんですけども、結構僕ギリギリにならないと発見しない癖が強くて、今回も発見しないでいたら搭乗の3日4日前になって、うわマジかと、やっちまった、特典枠全部なくなっちゃったっていう状況になっちゃったんですよ。なので迷いました。優勝の航空券買うかどうしようか迷ったんですけれども、優勝の場合キャセイの他にもエバー航空乗ろうかなっていう選択肢もありまして、エバーの台北から香港までの直行便でだいたい26,000円ぐらいでした。一方キャセイの便を優勝、全く同じ便で取ると38,000円ぐらいだったんですけども、高いなとちょっと思っちゃったんですよね。今回見つけたブッキングクラス、日本航空のマイルに加算すると 50% の積算運賃だったので、合計でマイルもフライオンポイントも600何本ぐらいしか入ってこないんですよね。それで3万何本は高えなと思って、何かいい術ないかなと思っててたどり着いたのがキャセイのマイルだったっていうだけになります。なおアラスカ航空の他にもアメリカン航空もエコノミー15,000マイル、ビジネス25,000マイルで発券することもできました。ただアメリカン航空もアラスカ航空も残りの席数に関してはほぼほぼキャセイ便の場合イコールだったので、アラスカ航空で取れないイコールアメリカンでも取れない、もちろんブリティッシュエアウェイズや日本航空でも取れないという状況になりました。試しにキャセイのホームページ検索してみて調べてみたら空いてたんですよ。基本的にはやっぱり自社のマイル会員に対しては特典枠を開放する航空会社が多いです。全ての航空会社がというわけではないんですけれども、今回のケースに関してはキャセイだと枠がありました。しかも理由の2つ目いきますよ。必要マイル数が少ないんですよ。今回台北から香港経由マニラどれぐらいマイルかかったと思いますか。正解は1万マイルジャストです。1万マイルジャストにサーチャージやら各種税金込みで支払い額としては1万6000円ぐらいかな。なのでマイルの使い方としてはそこまで単価がいいわけではないんですよ。優勝の航空券買ったら3万8000円ぐらいだったので2万2000円分ぐらいはマイルで浮いたかなって感じですね。なのでマイルあたり1マイルあたりの価値は 2.2 円とかそれぐらいです。なんとも言えない数字ではあったんですけれども、今回は特典航空券で発券させて
ていただきました。なのでキャセイの特典航空券、使い方によってはかなりお得になりますので、ここから詳しく紹介したいと思います。続きまして、キャセイのマイルを使ってキャセイ便に搭乗する場合の必要マイル数を紹介させていただきます。一応片道あたりになっておりますが、最終目的地並びに経由地出発地の全ての距離の合計がここに出されます。なので今回は台北から香港、香港マニラ、だいたいこれらの距離が1200マイルぐらいになりますので、必要マイル数がここですね、751マイルから2750マイルのところに当たりますので、1万マイルで発券することができました。日本航空で発券すると1万5000マイルぐらいになっちゃうのかなっていうこともありますので、マイル数としてはすごく少なく発券することができますが、残念ながらサーチャージ時の請求がありますので、支払い額は諸税合計で1万6000円ぐらいになってしまったのは残念ですけれども、比較的短い路線であれば結構お得です。例えば東京から香港経由ハノイとか台北までであれば片道1万マイルで発券できます。日本航空使ったらもう少しかかるんじゃないかな。なのでキャセイ便だと枠も比較的空いてますし、コールセンターに確認したら今日のフライトエコノミーで9席以上空いてますよと、これがね2日前に言われたんですよね。日本にいた時、沖縄にいた時に発券したチケットではあるんですけれども、今日日曜日で、木曜日に発券しましたが、木曜日の段階で9席残ってますよと言われました。あとは出発前までであれば発券可能です。極端な話、チェックインの締め切りの1時間前だとしたら、1時間ちょっと前に発券しても問題なく乗れる可能性が高いです。もちろん実際に E チケットから発券されるまでタイムラグがありますので、すぐ発券できればそのままチェックインして乗ることもできますので、ギリギリのタイミングでキャセイ便使ってどっか行こうというような使い方もできますし、あとはいやいやいや待てよと、キャセイのマイルは集めてないねんって方大多数ですよね。僕もフライトで加算したことはなくて、全てポイントからの移行になります。マリオットのポイント使ってももちろん移行できますし、おすすめなのはメンバーシップリワード、アメックスのプロパーのカードだったり、あとは僕が持っているスカイトラベラーカード。ただもうスカイトラベラーカードは新規発行ができませんので、基本的にはプロパーのアメックスのゴールドカードであったり、プラチナカード、グリーンカード持っている方が集めているポイント、それがメンバーシップリワードっていうんですけども、なんとこれメンバーシップリワードからキャセイのマイルに交換するタイムラグがめちゃくちゃ短いんですよ。初回は少しは時間かかるんですけども、2回目以降に関しては即日です。今回はメンバーシップリワードからキャセイのマイルに移行して、だいたい20分から30分ぐらいでキャセイのマイルに反映されてました。もともとキャセイのマイルは6000マイルだけ持ってたんですけれども、4000マイル足りませんでした。ちなみにキャセイではマイルと現金を組み合わせて発券することができます。ただし条件がありまして、例えば1万マイルの区間を発券するのであれば、口座に7000マイル以上残ってないとダメだというルールがあります。つまり 70% 以上残ってないと買えません。 70% 以上残ってた場合は2000マイルにつき60アメリカドルがかかる計算になります。ただメンバーシップのポイントは即日移行になりますので、ポイントマイル持ってなくてもメンバーシップリワードのポイントさえあればすぐに移行してすぐに発券できます。これは便利だね。マリオットのポイントだったらやっぱり若干のタイムラグはあるんですけども、即日交換で4000ポイントだけ今日移行したんですよ。4000ポイントだけ今回移行したんですけども、もともと6000あったポイントプラス4000で1万ポイント、なので現在はキャセイのマイル0マイルにはなっちゃったんですけども、即日交換できてめちゃくちゃお得に発券できました。まあでも語弊がありますね。めちゃくちゃお得とは言えないか。3万8000円の航空券が1万マイルプラス1万6000円なので、まあまあそれなりにお得に発券できたというのが今回のフライトでした。
やはりウィングのファーストクラスラウンジを長時間堪能したかったっていうのがやはり大きかったので、今回このような間が23時間の乗り継ぎ待ちだったんですけども、こういう便に設定させていただきました。皆さんもキャセイのマイル、マイルで集めろとは言わないですけども、メンバーシップリワードのポイントある方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。キャセイの場合は乗り継ぎ便も OK ですので、乗り継ぎも含めた片道という扱いでマイル数が計算されますので、東京ベースだとハノイぐらいまでであれば1万マイルで発券できます。台湾台北桃園空港発だとシンガポールとかそこぐらいまでであれば1万マイルで同じルートで発券できます。なおジャカルタやバリ島まで行くとマイル数が上がるっていうのが距離数の部分の仕方ないところではあるんですけども、皆さんキャセイのマイル短距離でかつキャセイ便のみの場合は結構お得に発券できますので覚えておいてください。機内プログラム簡単に紹介いたします。日本語あるのありがたいですねと思ったんですけれども、シートベルトサインが点灯してしまいました。結論から言うとキャセイのプログラム日本語のコンテンツも多いですし、日本語の映画も多いので結構おすすめです。日本の航空会社に負けないぐらいいっぱいありますので、もうサクッと紹介しますね。例えば映画を見るにしてもいろんな映画があるんですよね。この中でもし日本の映画見たいって場合はアジア映画、アジア映画選んだらこの中にいろんな国の映画があるので、ほらクレヨンしんちゃんだり、ガンダム、流浪の月、あなたの番です、ウェディングハイ、もう一個クレヨンしんちゃんがあって、余命10年、萌え枯れはオレンジ色、おそう松さん、つゆ草、極主婦道、いろんなのもう紹介しきれないぐらいいっぱいあります。なので本当に日系の航空会社に負けないと言いますか、日系の航空会社よりも逆に日本の映画多いんじゃないかなっていう感じがします。他にも機材によりますけれども、この機材にはカメラもついているということだったので、カメラで見てみましょうか。これが今の外の映像なんですけども、そこまで精細な映像じゃないなっていうのが正直な感想です。エアバス350キャセイ保有しておりますので、そっちだったらもっと精細な映像を楽しむことができると思うんですけども、トリプルセブンなのでね、この部分は仕方ないかなと思います。シートベルトサインが点灯しております。皆さん覚えてますでしょうか。二ノ井秋野空港といえば、私前回も香港からマニラキャセイ便乗った際、トラブルと言いますかすごく大変な目に遭いました。乗り継ぎがマジでやりにくい空港なんですよ。同じターミナル同士だったらそこまで苦じゃないと思うんですけども、ターミナルが異なる乗り継ぎの場合はマジで厄介です。以前乗った際もお届けしたんですけども、キャセイ便で香港からマニラに到着して、その後日本航空便でマニラから成田、ターミナル移動が生じるフライトのスケジュールだったんですけれども、機内で配られる入国カードにはちゃんと乗り継ぎと書きました。そうすると1冊の航空券で発券してましたので、マニラ到着後にクルーの方が私のことを待ってくださりました。お前入国カードを見せてみつ、ああこれダメ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 と、今回は絶対に乗り継ぎだっていうことを言うなと、あたかもフィリピンに入国して滞在する手を取ってくれみたいなことを言われて、入国カード並びにワンヘルスパス今も必要なんですけども、そちらを書き直しました。そして入国審査の際に、お前何しにフィリピン来たんやって言われて、あ観光やでってことで行って、もうじゃあ証拠出せよみたいな形でホテル予約してるのだとか、お前どこホテル泊まるねって聞かれたんですけども、もちろん乗り継ぎです、ホテルなんか取っておりませんでしたので、いや実は今回乗り継ぎなのよって言われたら、あごめんお前一旦入国させられねえわってことで、いろんな書類が出てきて、結果的に2時間ぐらい制限エリアの中でずっと待機してました。なので航空会社の人もその書類の手続き大変なの分かってるから、お前ここは頼むから入国するというふうにしてくれと、乗り継ぎていったらめちゃくちゃ大変なんだっていうのを、まあ、その時は言ってませんでしたけども、そういう意味で乗り継ぎっていうのを言うのをやめてくれっていうことだったんだなと思いました。ちなみに皆さん今回フィリピン滞在すると思いますか？詳しくはこの動画の最後、または次回の動画でお届けするんですけども、この話してるということはそういうことなんですよ。なので今回は申し訳ないですけれども、
本当は書いたらダメだとは思うんですけども、クルーの方も以前はそれを推奨してたので、今回はそのような方法を取らせていただきます。動画配信してる立場の人間からすると、こういうことやっちゃいけないのは分かってはいるんですけども、ただやったらどうなるかってのは僕も知ってるんですよ。で、航空会社の人もそういうふうにやってくれと言ってたって前、今回はちゃんと前回の反省を生かしたやり方を取りたいなと思います。ありがとうございました。Thank you. はい、ありがとうございました。マニラ二ノ井アキノ空港到着いたしました。相変わらず人めちゃくちゃいっぱいいるわ。出迎えの方が本当にたくさん、今外にいますけども、中行ったらもっと人いっぱいで、すんごい状態でした。香港の空港もだいぶお客さん戻ってきたなみたいなことさっき言ってましたけども、もうそんな気じゃないです。もう爆ゴミした時の香港を彷彿とさせるような、ビクトリアピークのケーブルカーの入り口を彷彿とさせるような人の量でした。びっくりした。そしてなんとかフィリピンにサクッと入国することができました。以前来た際9月下旬全く同じキャスイの便で香港からマニラに到着して、そこから日本航空の便の乗り継ぎだったんですよ。なのでターミナルでいうと第3ターミナルに到着して、この第1ターミナルから出発というような状況だったんですけども、そういう経験も踏まえて、実は今回フィリピン滞在しないんですよ。
今日は11月20日になりまして、今日からワールドカップ開幕しております。なのでカタールが僕のことを早く来いやってことで呼んでるんですよ。なので残念ながら今回フィリピン滞在せず、もうすぐ出国するんですけれども、前回の経験を踏まえてまた今回も乗り継ぎって書いたら2時間は待たされ、いろいろたらい回しにされ、いろんなスタッフが書類作成のために、僕のために、そして走り回ると、そういう状況になってしまうということもありましたので、今回は普通に乗り継ぎというのは伏せて入国させていただきました。なので本来やっちゃいけないことなのかもしれないんですけれども、キャセイのスタッフも前回こういうふうにやってくれとお願いされた手前、またあれは嫌かなと思ったので、今回は大変申し訳ないんですけれども、そういう形で入国させていただきました。まあ、ただもちろんすぐ出国するんですけれども、マジでマニラの乗り換えは冗談抜きで大変です。同じターミナルだったらそこまで大変じゃないとは思うんですけれども、ターミナルが異なる乗り継ぎはマジでおすすめしません。間の時間が2時間3時間、いや無理無理無理ですよ。無事に入国できたとしても、ここから例えば第3ターミナルから第1ターミナル行くのに無料のバス使ったら最大で1時間半から2時間半、いやもっとかかるかもしんねえな。まずそもそもバスの便数も少ないで、地上移動もすごい時間かかる。なのでタクシー使ってなんとか30分20分とかで行ける。しかも高速代込みでだいたい1000円じゃかかるんですよ。それぐらいマニラの乗り継ぎは面倒なのでおすすめしませんっていうマニラの乗り継ぎ事情でした。本日はキャセイのフライト使いまして香港からやってまいりました。9月26日、時間帯は違いますけれども、同じ香港から以前はビジネスクラス、今回はエコノミークラスやってきました。ラウンジ動画に関してはまた別のタイミングでお届けしますので、そちらでご確認ください。ファーストクラスラウンジで優雅に過ごしたおじさんの姿をぜひその動画ではご覧くださいませ。今回乗ってきた機材はシートピッチ、めちゃくちゃ広かった。びっくりしたわ、あんな広いんだと思って。前回乗ってきたトリプルセブンはまた少しレギュレーションが違うタイプのトリプルセブンだったんですけども、今回のトリプルセブン、あれはいいね。あんなシートピッチ広かったら、ヨーロッパやアメリカなどの14時間だとか15時間ぐらいかかるフライトでも、そして隣に人がいたとしてもそこまで苦じゃないなっていうのを思い知らされました。本当に快適なフライトで満足です。そして今回特典航空券で発券しております。動画の中でお話ししておりますが、短距離2500マイル未満であればキャセイで発券するキャセイ便は乗り継ぎがあっても1万マイルで発券できますので、かなりおすすめです。当日発券することもできますし、空席も他の航空会社には開放してない座席もキャセイだったら取れたりだとか、あとはアメックスのメンバーシップリワードのポイントだと即日に交換できますので、あ、空いてる、今からポイント移行しようで、移行完了してすぐ予約みたいなのをおおむね1時間以内に行うことができるぐらいスピーディーに予約できますので、もしメンバーシップリワード余ってる方、キャセイのマイルに変えてみてはいかがでしょうか。今回は3万8000円普通に買ったらするところを1万マイルプラス1万6000円で台北から香港経由マニラ、これで発券させていただきました。そして先ほどもお伝えした通り、この後乗り継ぎありますので、また詳しくは次回の動画もぜひぜひぜひご覧ください。控えめに言いますけれども、次回の動画はマジで期待してていいです。もう一度言います、マジで期待しててください。もう一度言います、マジで期待してください。これぐらい期待しててもいいと思います。それでは皆さん、ぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフレ、皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。